ではここからは空白地域における日本語教室設置と専門人材の実践、鹿児島県長島町における地域日本語教育スタートアッププログラムの取り組みからに入ります。パンフレットの55ページをご覧ください。生活者としての外国人のための日本語教育事業、地域日本語教育スタートアッププログラムをご活用いただいている鹿児島県長島町町民福祉課の植坪志保様、本プログラムのアドバイザーとして長島町での日本語教育の取り組みに助言くださっている武蔵野大学大学院准教授で文化審議会国語文化会の委員でもいらっしゃる神吉宇一様にご報告いただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご紹介いただきました神吉です。あちらが長島町の植坪さんです。はい、あ、盛大な拍手ありがとうございます。で今日はですね、長島町の植坪さんがご発表をするんですけれども、もう一人ですね、コーディネーターの井上さんも今日同行されているのでご登壇いただきました。それから私たちアドバイザーはですね、実は3人チームでやってまして、その後の2人のアドバイザーもこの現場に来てますので、一緒にここで登壇してもらおうと思って、今から呼びたいと思います。はい、シニアの伊藤さん、はい、それからアドバイザーの米津さん、お願いします。はい、でこの2人は今日は基本的には喋らないことになってますけれども、チーム長島でやってるということで、みんなで一緒にやろうというのを今急遽決めまして、上がってきてもらうことにしました。じゃあ、ということでお願いします。皆様こんにちは。私はただいま紹介いただきました鹿児島県にあります長島町役場町民福祉課の植坪志保と申します。本日は私たちの町で行っている地域日本語教育スタートアッププログラム事業を活用した日本語教室の取り組みを紹介させていただきます。まずはじめに長島町の概況について説明いたします。人口は平成29年7月31日現在で1万673人の小さな町です。鹿児島県の最北端の町として薩摩半島の北西部に位置しております。四方を海に囲まれており、島の一部は雲仙天草国立公園に指定されるなど豊かな自然に恵まれた地域です。長島町は長島本島、伊唐島、小良島、獅子島の有人離島のほか大小23の島々が点在しており、現在獅子島のみ離島となっております。次に特産品としましては赤土、バレーショ、ジャガイモになります。あと養殖日本一のブリブランドであるブリオ、おさつまいも、アオサ、紅山夏やレコポンなどの柑橘類、本格芋焼酎、薩摩島美人など温暖な気候と青く美しい海、良質な土に恵まれており、この特性を生かして水産業、農業、畜産が盛んに行われています。次に観光イベントにつきましては、長島町は花の町として長島一周約42キロを花の帯とするぐるっとフラワーロードを整備し、季節ごとにきれいな花を楽しむことができます。また風力発電や太陽光にも力を入れております。そして長島町は多くのイベントを行っており、これは地域の力を結集した作品展である造形美術展の様子です。このほか特産品を生かしたじゃがいも祭りやお魚祭りなどで活気あふれています。そして写真にもございますように、各地から見る海の眺めも絶景で、東シナ海に沈む夕日はとても美しいです。このように長島町には美しい景観とそこから生み出される一級品の食材、温かいぬくもりがあります。
簡単な説明でしたので、ぜひホームページをご覧ください。次に在中外国人の状況としましては、平成29年7月31日現在、54名の外国人の方が長島町で生活しています。在住資格別と国籍男女別はこの通りとなっております。在住資格別で見ると技能実習生と永住者でほとんどを占めており、出身国別ではフィリピンやベトナム、カンボジアなどの東南アジア出身者が多くなっています。永住者や日本人の配偶者の中には、長島町での生活の評判を聞き、親戚同士で一緒に嫁いでいる方もおられます。ではここから長島町に教室ができるまでの歩みを紹介します。まずはじめに教室立ち上げのきっかけとしましては、外国から嫁いだ奥様方からの要望が発端です。3名のフィリピンの奥様が来庁し、町民福祉課の課長直々に、言葉の壁により日本日常生活に支障をきたしている、地域にうまく溶け込めない、近くに日本語教室がない、そのため長島で日本語を勉強する場を作ってほしいとの相談がありました。切実な思いを聞いた課長は、教室設置を検討しますとは言ったものの、教室立ち上げには2つの壁がありました。まず第一の壁として、役場のどの部局で対応すべきなのかという問題がありました。教育として捉えれば教育委員会、他の団体でも教育委員会や企画総務部署が多いかと思います。各課と検討を行いましたが、どこも消極的な状況でした。そしてなぜ町民福祉課で行っているかというと、生活する上での困りごとで、在住外国人も一町民として支援が必要であるという考えがあったことから、町民福祉課で取り組んでみようということになりました。次に町民福祉課で事業を行うことを決定しましたが、第二の壁です。それが日本語を教えるにはどのような方法があるのかということです。初めての授業であり、何をどのように始めればよいのか迷いました。そこで日本語教室をキーワードにひたすら検索を行いました。鹿児島県内の状況が分かると関係機関にすぐ電話をして調査を進めました。その後、県の国際交流課からこのスタートアッププログラム事業を紹介してもらい、チャレンジすることとなりました。そして平成28年7月19日付で文化庁の採択を受けました。事業が採択され、運営の中心を担う係、コーディネーターを探さなければなりません。ここまでの採択を受けるまでの作業は課長自ら行ったもので、私は課長は隣で何をしているのかなと思っていただけだったんですが、突然日本語教室の担当になってくれないかと言われました。課長曰く、担当を誰にするかと考えて、運よく隣の席に私が座っていたので、私にお願いしたと言っていたんですが、私も他の業務と兼務していましたので、最初は私で大丈夫かなという思いもあったんですが、今では本日のように貴重な経験をさせていただいているので、とても感謝しているところです。そしてコーディネーターの人選につきましては、長島町には日本語教育に精通した人材や国際関係の外部団体はなかったため、どのようにするか迷いました。当初日本語教育のイメージが、外国語が堪能でなければならないと思っていたので、学校教育課の英語指導員である先生方に講師兼コーディネーターとして、また社会教育課の指導員の方にもコーディネーターを依頼しました。しかし3名とも二足のわらじで多忙であり、採択当初はなかなか活動ができない状況でした。そのため平成28年12月1日から役場 OB、OG の2名にも参加してもらいました。今日来ていらっしゃる木上さんがその一人なんですが、
とてもフットワークが軽く積極的な方で、教室運営に関するさまざまなアイデアを出してくれるので、活動の幅が広がるようになりました。私自身もコーディネーターの登録をしておりまして、このように6名のコーディネーターの体制が決まりました。ですが、みんなが何もかも初めての状況であったので、手探りで行う状態でした。開校に向けた取り組みとしましては、視察調査、教室活動、催し物、アドバイザー派遣とに分けて表に記載しております。まずは現状を把握するために実態把握活動に取り組みました。1年目の9月に住民座談会を開き、在住外国人及び技能実習生のいる企業、外国人と関わりのある教育機関や公民館等を対象に、生活上の悩みや外国人との関わりについての意見交換の場を設けました。また11月には学習状況や習熟度、生活課題を把握するためにアンケート調査を実施しました。次にアドバイザーの先生方の助言のもと、家族の協力確保に取り組みました。教室運営には家族や周囲の方の協力が不可欠であると感じたため、外国人を妻に持つ主人の方に集まってもらい、サポートの状況やこういう教室を開いてもらいたいという意見交換の場を設けました。これを夫の会と呼んでおり、1年目の2月と3月に実施しました。そして、運営側の取り組みとしましては、日本語教室が座学のイメージであったり堅苦しいイメージがあったことや、他の教室の様子を見学しヒントを得るために、1年目の10月と1月に鹿児島県国際交流協会、今年の5月に熊本市国際振興事業団の視察研修を実施しました。そして何よりアドバイザー派遣の活用が長島町の日本語教室の支えとなっています。何もかもわからない状態でしたので、アドバイザー派遣をできるだけ活用し、現状を打破するための協議や実際に教室活動を見学してもらい、授業についてのアドバイスをもらいました。とても素晴らしいアドバイザーの先生方に恵まれたなと思っています。で、このようにさまざまな取り組みを行うことによって、現状が分かり、社会と関わるきっかけとなる場、交流や息抜きのための教室が必要だと感じました。また運営側も日本語教室へのイメージの変化や長島独自の教室を作ろうというやる気も増しました。運営側も何度も役割を協議して体制を整理しました。運営体制としてはスライドに示してありますが、まず全体設計や申請等の担当課を中心に、コーディネーターとして登録している6名を3つの役割に分けました。私を含め地域の日本語教育をデザインするシステムコーディネーターを3名、教室活動の中心を担う講師を日本語コーディネーターとし、英語指導員の2名を配置しました。社会教育指導員の方は元教員であったことから、授業構成のアドバイスを行う授業アドバイザーと位置づけました。講師である日本語コーディネーターが負担とならないように、環境を整備する役目もシステムコーディネーターが担っています。そこに交流サポーター、託児スタッフ、専門的な内容の際に講義いただくゲストスピーカーを加え、体制としています。運営方針として、私たちの教室は日本語教室長島、通称 N サロンと呼んでいます。そしてエンジョイ・ザ・チェンジ・ウィズ・プレイ、交流を通じて自分、また自分たちが変わることを楽しもうというコンセプトを掲げています。教室運営の3本の柱としては、地域で暮らす外国人が地域とつながり共に暮らせる橋渡しをする、教室に関わる全ての人が楽しく学べる場作りに全力を注ぐ、外国人が地域で活躍できる場
場を作り、交流する中で日本語習得を目指すとしており、教室活動を行う際にこの記号に立ち返り運営しています。さまざまな取り組みと並行して教室活動も試行的に実施しました。平成29年2月にプレ授業を開催し、その後月 1,2 回の交流会やイベントへの参加を行い、運営側と参加者が接する機会を多く設けました。毎回参加者の意見を聞き、なるべく要望に沿いながらも運営側も負担にならないような教室運営を模索していきました。そして奥様方から要望があってからの1年後の今年の7月、教室を本格開校させました。開校前に今までの教室や活動のについて感想、ヒアリングを行い、学習者とともに活動時間を決め、現在月に3回、夜6時半から8時までの90分間活動を行っています。私たちの教室の活動設計としては、まず生活に根ざしたものや季節感のあるもので、運営側全員で月のテーマを決定します。授業構成は日本語コーディネーターに依頼し、必要な準備やアポイントメントは担当課が担っています。日本語コーディネーターの方には授業の計画書を出してもらい、授業開始前にはスタッフミーティングを開いて、運営を補助するサポーターも含めて活動内容や動きを確認しています。月3回を1セットと考え、同じテーマで基礎、実践、応用、振り返りでの学習を行っています。講師である日本語コーディネーターの2人はとてもファシリ能力に長けており、楽しい教室活動を作ってくれています。休憩中にも N サロンの活動風景を流させてもらったんですが、次に私たちは楽しくてまた来たくなる教室活動にするためにアイディア満載の教室活動を行っています。まず教室に親しみを持ってもらうために、教室の歌 N サロンの歌を作成しました。新しいサポーターが来た時のウェルカムソングとして歌ったり、今後は町の文化祭でも発表する予定です。これは歌詞の一部抜粋なんですが、長島の特産品であるブリカマや赤巻などユニークな歌詞になっています。あとここには記載されていないんですが、歌詞の中に、ふるさと離れてきたけれど、時には涙も見せたけど、みんなに囲まれなんとか私やれそうやれるわという歌詞があり、奥様方の力強い思いが込められています。教室活動始まった時に毎回授業で歌ったり、あと子どもたちも結構この歌を口ずさんでいることが多いです。次に、これは夏のテーマ、住所練習として絵はがき作成を行い、学習者同士送り合う活動をしました。これはそれぞれ自分でデザインを考えて、うまく絵はがき作成ができた活動になっています。お互い交換することで人からもらう喜びだったり、あと作成物を残すことで自分たちにもこういうことができたという嬉しい経験を感じてもらいました。そして来たくなる教室にということで、完全に私の好みで作ってるんですけど、学習者に送付する通知文も受け取った側が少しでも嬉しくなるように可愛くデザインしています。で、右側は、出席カードなんですけど、長島の地図を用いて長島のチーム入りの出席カードにしています。小さく細かなことですが、いろんな場面やもので教室が楽しいと思ってもらえるように、教室に関わる小物も工夫しています。そしてこのような活動を町民に広く知ってもらうために PR 活動も行っています。まずメディアの活用として、地元のふるさと特派員に教室活動を撮影してもらいました。先ほどの N サロンの歌を6月にですね、NHK 鹿児島の島だよりというコーナーの中で紹介してもらいました。そして町の広報にも定期的に教室活動を掲載しています。
3番の作成物の展示については夏の行事としてみんなで作成した七夕を役場の庁舎内に展示しました。短冊には家族が元気でいられますように、日本語がもっと上手になりますようにという願いが書かれています。このように、7月から教室を本格開校させて活動を行ってきたんですが、そこから見えてきた課題が3点あります。まずは開かれた教室ということで、現在行政中心の上で、サポーターも職員に声をかけてお願いしている状況です。今後は町民へのサポーター募集を行い、広く開かれた教室運営、地域と一体となった教室が必要と考えます。次に人材育成です。長く続く教室活動にするために、講師の人材育成や運営側がそれぞれ負担となってしまわないような体制づくりが必要となります。最後に技能実習生に対する支援です。現在の参加者は日本人の配偶者や教育で長島に住んでいる方です。町内の企業はここ数年で技能実習生を多く取り入れており、町の産業を支える上では欠かせない存在となっています。そのため今後は企業の協力を得ながら技能実習生の支援も検討していきたいと思います。教室を開校させたばかりでまだまだ課題はたくさんあります。何もかもわからないままスタートした授業で、私たち素人集団で教室設置運営ができるのか不安でした。ですがコーディネーターやアドバイザーの先生方の多くの方の協力を得て日本語教室までこぎつけました。私たちは参加者も運営側も教室が楽しい、また来たいと思ってもらえるような活動を行っています。今後も小さい町ですが、その特色をたくさん生かして多くの人を巻き込んで長く続く教室活動を目指していこうと思います。私の発表は以上です。いいところで終わった方がいいような気もするんですけど、私がアドバイザーの立場から今関わっていることについてですね、ちょっと残り3分ぐらいしかないんですけれども、簡単にお話をしたいと思います。まず地域日本教育スタートアッププログラムというのがありまして、これ施策説明でもありましたが、空白地域ですね、自治体の中に日本語教室がないというところに教室を作るにあたってその支援をしますよというところで、予算面、それから我々のようなアドバイザーを派遣するというような、こういったプログラムが昨年度から始まりまして、でその中の長島町案件ということで関わっています。この3人がアドバイザーです。これはですね、文化庁の2職の地域日本教育アドバイザー名簿というのがあって、通称アドバイザーリストというやつで、今これ1枚目シニアのアドバイザーの方、シニアっていうのは あれですよ、なんていうんですかね、年齢のシニアじゃないですよ、シニアマネージャーみたいなシニアですから、そこ間違えないでしょ、はい、余計なこと言わなくていいということかもしれません、はい、こういうのをホームページで見ていただくと、どんな方がアドバイザーかというのは分かると思います。で29名のアドバイザーがいて、シニアが4名 と、一般のアドバイザーが25名というふうになっています。左下にどういう専門を持っている人がいるかというのは書かれています。で長島のアドバイザーチームはこんなふうになってまして、伊藤さんは全体統括ですね、シニアですので、で偉い人への挨拶とか、心の拠り所としていろいろとやってもらっています。でやっぱり伊藤さんはシニアで他の案件も持ってますんで、いつもいつも一緒に来られるわけではないんで、そういう意味でですね、裏からいろいろとですね助けてもらっているところがあります。で実動としては私と米津さんと2人で行ってますけれども、米津さんはどちらかというと実践、豊富な実践事例の経験がありますので、その話を中心にし、結構いろんなことをズバッと直言するという感じですね。柔らかく直言する感じです、はい、で私はどちらかというとその関連理論を、そこに裏付けをつけていくような感じで、お話をすることが多くて、全体まとめたり丸めたりというようなことで役割分担しています。で2人ともですね、情報収集をして情報提供をするということを非常に重視をしてまして、この長島に行く、途中にですね、例えば同じスタートアップやってる熊本に寄ったりとか鳥栖に寄ったり木山に寄ったりして、いろんな情報を仕入れてそれをお伝えするみたいなこともやってます。あとファシリテーションを非常に重視しています。で、みんなに共通するのはですね、楽しくやろうということですね。
ね。これは長島町の教室の理念と同じです。でもう一つは役割分担はもちろんあるけれども、基本的には役割分担がある上での対等性ということを非常に重視してやっています。はい、これは私の個人的な思いなんであんまりいらないんですけど、左上ですね、アドバイザーに選ばれた時にこういうことを考えました、共に考えていくっていうこと、それから教えてもらうことがいろいろあるだろうなということと、やっぱり分かりやすく伝えるっていうことが非常に重要だろうなと、それから勇気づけるということですね。で右の真ん中のところです、右下です、事業スパンがありますけれども、これは私が以前、経産省の関連の仕事でアジア人材事業という留学生の就職支援事業をやったんですけれども、その経験から来てるんですが、事業ってやっぱり年のスパンがあるん でこれは3年でアドバイザー業務をやることになってるんで、3年目が終わった時にどういう形になってるかというのは重要で、最初がどうかとかね、真ん中がどうかっていうのはあまりというか、まあ、3年目にどうなるかっていうのを重視してやりましょうということですね。はい、で専門家として事例と理論付けが必要だと思いました。これがですね、2回目に行った時にお出ししたもので、例えばここの部分には夢と活力がある福祉の充実した街づくり、これは長島町のスローガンですね。でこのスローガンを踏まえて、じゃあ教室ってどんなふうに位置づければいいのかという話をしました。ここはマズローの欲求の5段階に当てはめて、日本語教室の実践っていうのが、大体どんなふうに整理できるのかっていうのを簡単にお話をして、でこれがロードマップですね。3年の、町民福祉課とアドバイザーとそれぞれ役割があって、こんなことをやっていったら最終的に持続可能な自立につながるんじゃないでしょうかねという提案をさせてもらいました。でアドバイザーの役割としては、モデリング、コーチング、スケホールディング、それからフェーディングということで、これはご存知の方もいると思うんですけれども、認知的特定性ってやつですね、状況論の元になった考え方ですけれども、その辺の概念からこういうふうにしていくと、ある意味の上久保さんがやってるのは OJT 的な仕事なわけですね。でその OJT で育つっていうところにどう理論をつけたらいいかなと思った時に、まあ、これをちょっと援用したらどうかなというふうにして持ってきています。あとこれはサイクルですね。で学習活動イメージは、これ2回目に出したやつです。1回目に行った時にみんなで話をして共有した内容で、最後に評価ですね、まあ、カーク・パトリックという人の研修の4段階評価の理論というのがあるんで、こういうのを使っていくといいかもしれませんねという、まあ、とりあえずそういうふうに理論付けをしていくというような役割を私はしていますというご紹介。ちょっと時間ないんで飛ばしますけれども、例えばこの間の時にラーニングピラミッドの話をして、まあ、こんな風に、学びの定着のピラミッドがありますよねということで、この下の方が中心になると、まあ、いい学習活動になるんじゃないでしょうかねっていうことを話しました。はい、でこれは先ほどのハガキのやつですけれども、ヨネさんと2人で話をして、これ前日に授業のビデオを見学して、でいろんな話をして、で夜2人で宿に戻って、しこしこといろんなものを作って翌日提示するっていうことを大体やるんですけれども、その時に、まあ、案として代案ですね、3つ出して、こんなやり方もあるし、こんなやり方もあるし、こんなやり方もあるし、こういうふうなやり方だとこんな効果があるかもしれませんねというのを案として出すものですね。で1つだけだとやっぱり選択肢がなくなるので、いくつもパターンを出して理解してもらうような感じでやる。で、この2つですね、日本教育事業を動かすのに1つは、まあ、哲学と実践と科学っていう3つ、科学っていうのは研究の部分ですけど、哲学は何のためにってことですね。これをやっぱりちゃんと分担してやらなきゃいけないだろうなっていうことを考えていて、まあ、これも教育哲学のプレツインカーの概念から、まあ、持ってきて考えたらどうかなとか思ったり、あちらの方は、サイクル、ランニングサイクルですね、コルトハーゲンのやつですけれども、まあ、こういうのをこうちょこちょこと、まあ、理論的に出していくといいのかなと考えています。これ最後。これ全然理論的じゃないです。これね、最近考えていることで、バーベキューモデル。バーベキューね。お肉とかいろいろ焼くんですけれども、まあ、あれが教室に来る学習者とか支援者。で、まあ、枠がありますよね。枠は教室で。で、炭が、自治体の取り組みとか、まあ、予算みたいなところかなと思っていて、これ風を吹かせないといけないわけですね。で、アドバイザー風なんだろうなって思ってて、火起こしするときに必要なんですね、最初にね。で、
でも強すぎると炭が燃え尽きてしまうんで、それダメでしょうと。適度な風が必要で、で目に見えないけど大切な役割っていうのになってるし、まあ、とどまらずに吹き去っていくのが我々の仕事なんだろうなというふうに思って、風としてのアドバイザーというのが、なんか役割かなというふうに今取り組んでいるところです。以上です。ありがとうございました。上様、上様はじめ、登壇者の皆様ありがとうございました。